ポゴスムクルトイチビチ・マキンツヤンは、アルメニア人の政治家、作家。ロシア語名は、パーベル・ニギーチチ・マキンツヤンとも。1884年4月20日に、ロシア帝国、エリバニ県に、ジニー・ヤクリスで生まれ、1906年にラザレフ、東方言語学院を卒業して、モスクワ大学歴史、文献学部に進んだ。 在学中の1910年から1912年にかけては、テリアン、ホバネストマニアン、アベティクイサハキアンらと共に、文芸、芸術年間、春をンゴを編集し、1912年にモスクワ大学を卒業した。1915年7月からは、ビャチェスラフ・イバノフに招かれて、アルメニア文学選修の編集に参加し、バレリーブ・ブリューソフの翻訳や、 序文の執筆を担当した。同年にエチミア人のゲボルギアン神学校に招かれて文学を教え、エレバンのガラニアン教区学校でもロシア語を教えた。翌1916年には、無尺紙に評論の連載を持ち、アルメニアの歌アンソロジーにも参加し、ブルー・ソフやゴーリ・キーを支援した。共産党宣言の最初のアルメニア語役者の一人にもなり、 1917年からボリシェビキ党員となった。1918年からモスクワへ戻り、7月1日から、翌1919 19年4月20日までロシア、社会主義連邦ソビエト共和国民族、問題人民委員部のアルメニア人部門で働いて、時間までなった。1919年にはアルメニア語のラテン文字化にも着手したが、これには失敗している。 1919年から翌1920年にかけては、チェーカー文芸局局長として、チェーカーレッドブックを監修し、ロシア共和国教育人民委員部少数民族部部長も務めた。1920年から翌1921年には、チェーカー少数民族局局長でもあった。1921年3月には、アスカナズムラブヤンと共に、 アルメニア共和国代表として、トルコとの間に結ばれたカルス条約に署名している。さらに、同年4月から7月まで、アルメニア共和国内務人民委員、11月14日から、翌1922年8月7日まで、教育人民委員も務めた。1921年には、人民委員会議副議長も務め、その後も、経済分野で活動。 アルメニア共産党中央委員会、アルメニア共和国及びザカフカース連邦共和国の中央執行委員会メンバーにも選出された。その後は外交官として1922年から1925年までイスタンブールで1927年までミラノとパリで活動。文学者としても1923年から1925年には テリアン作品集四巻揃いを編集し、また、沈賞、ドン・キホーテ、ボリス・ゴドゥノフのアルメニア語訳や、ギコル、コントン、マンクチュエ、ヘグナルの遊水などのロシア語訳を手掛けた。ソビエト連邦作家同盟のメンバーにもなった。しかし、連邦科学アカデミーザカフカース科学部門書記を務めていた1937年に逮捕され、 翌1938年7月18日に銃殺された。その後、1955年に名誉回復がなされた。ありがとうございます。